ガジン抜けた高木。今の宇賀神のポジション取りも多分そうなんですけど、外側から中に入った時にミギッチがちょっと迷ってましたよね。はい、元々いるべき中盤の選手はやっぱりちょっとポジションを外れてましたから、まあ、すごくこう頭脳的なポジションの取り方だったと思いますし、そこからの球の、ね、ボールの質も非常に良かったですね。すぐにその宇賀神がペトロビッチ監督のところへ走ってきましたが、そこから生まれた決定機。